主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。マタイ2章13節から15節。